交流戦の最初の2カードを共に2勝1敗と勝ち越して好スタートを切ったジャイアンツ。今週は東京ドームでのロッテ、オリックスとの6連戦になります。今回の動画では6連戦の先発予想と対戦する相手先発の情報などを確認していきたいと思います。このチャンネルはジャイアンツを応援する方々に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。週に1試合のペースで同時視聴ライブ配信を始めました。コメントで会話しながら一緒にジャイアンツの試合を見て楽しみましょう。ぜひ遊びに来てください。ライブ配信をしないときは試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦を行っているのでぜひご覧ください。まずは週の前半、ロッテとの3連戦の先発予想を見ていきます。火曜日のジャイアンツは山崎伊織選手で、ロッテは小島選手の予想です。小島選手は今シーズン9試合に登板して防御率 2.74、 4勝3敗という成績を残しています。小島選手の特徴はフォアボールが少ないことで、今シーズン60イニング以上を投げて与えたフォアボールはわずかに9個、同じくらいのイニングを投げている山崎伊織選手が20個与えていることを考えるとかなり少ない数字となっています。フォアボールから崩れるということは考えにくく、三振もそれなりに取れる投手なので攻略は難しくなりそうです。ジャイアンツ戦には2021年に一度だけ登板があり、その時は7回途中までで4点を奪いましたが、当時とは比較にならないほど素晴らしい投手になっています。対する山崎伊織選手はロッテ戦には過去2年連続で登板していて、2022年は3回途中でノックアウトされましたが、昨シーズンの対戦では7回1失点に抑えています。好投手同士の投げ合いでロースコアの展開となりそうです。水曜日の2戦目は堀田選手と種市選手の投げ合いが予想されます。種市選手は今シーズン9試合の登板で防御率は 2.98、 3勝3敗という成績が残っています。種市選手は三振を多く奪える投手で、57イニングを投げて55個の三振を奪っています。これはパ・リーグで4番目に多い数字で、フォアボールを出す割合、BB パーセントもリーグ平均くらいとかなり優秀な投手です。ジャイアンツ戦は初登板となり、2軍では対戦経験がありますが、ほとんどの打者が初対戦にもなります。対するジャイアンツの堀田選手も2軍では対戦経験がありますが、1軍ではロッテ戦初登板となります。お互いに初見の投手同士の対決になりますが、どちらもフォアボールから崩れるタイプではなく、この試合もロースコアの展開になりそうです。木曜日の3戦目は井上選手と西野選手の投げ合いが予想されます。グリフィン選手という予想もありますが、現状1軍登録されている井上選手が先に先発することになるでしょう。西野選手は今シーズン8試合に先発して防御率は 3.51、 4勝3敗という成績を残しています。西野選手もフォアボールが少ない投手ですが、三振はそこまで多く取れるタイプではなく、今シーズンの指標を見る限りは3連戦で投げてくる先発投手の中でやや力の落ちる投手という印象です。それでも昨シーズンの対戦では7回を1得点に抑えられ、通算でも13イニングで1点しか取れていない投手で、簡単に攻略はできないでしょう。井上選手は前回のソフトバンク戦で素晴らしい投球を見せてくれましたが、同じような投球ができれば今後のローテ定着も見えてきます。ロッテ打線は左投手に対して OPS が596と右の685と比較し、左投手を苦手にしています。このデータも井上選手には有利になると思うので、先週のような投球を先発でも見せてもらいたいです。佐々木選手や今シーズン絶好調のメルセデス選手との対戦は避けられましたが、それでもロッテのローテは強力です。しかしジャイアンツのローテも負けてはいないと思うので、東京ドームですし勝ち越しを期待しましょう。主力打者のロッテ戦での通算成績を見ていくと、岡本選手は昨シーズンの3連戦で3本のホームランを放つなどロッテキラーとして知られていますが、通算では15試合の出場で9本のホームラン、22打点を稼いでいます。
OPS も驚異的な数字で、今回の3連戦でも爆発に期待しましょう。岡本選手だけではなく、坂本選手と丸選手もロッテ戦では好成績を残しています。一方、吉川選手と大城選手はそれぞれ打率が1割台、 OPS も3台とこれまではほとんど打てていませんでした。昨シーズンの対戦を振り返ると、敵地で2勝1敗と勝ち越しています。初戦は交流戦の開幕カードとなりましたが、ジャイアンツはいきなりへいない選手がオープナーで起用され、2番手で高橋優貴選手が4イニング以上を投げるという試合で接戦を落としています。2戦目と3戦目は岡本選手がそれぞれの試合で3打点を挙げる活躍で、戸郷、山崎伊織の先発両選手の頑張りもあり、勝ち越すというシリーズでした。続いて週の後半のオリックスとの3連戦の先発予想を見ていきます。オリックスは投手陣に故障者が多く、先発予想は難しいですが、先週と同じローテだと想定しておきます。金曜日は戸郷選手とカスティーヨ選手との投げ合いが予想されます。カスティーヨ選手は今シーズンロッテからオリックスに移籍した選手で、ロッテ時代の昨シーズンに対戦経験があります。その時は3回までに8安打を浴びせ、3点を奪ってノックアウトしましたが、そのイメージは捨てた方がいいかもしれません。今シーズンのカスティーヨ選手は7試合の登板で防御率 2.91、 1勝2敗という成績を残しています。46イニングで与えたフォアボールはわずか7つとかなり少なく、三振も多く奪えていて、ゴロを打たせる割合がかなり高い投手でもあります。6回を投げきれなかったのは1試合のみと、かなり安定感のある投手なので厄介な相手になりそうです。戸郷選手はオリックス戦には昨シーズンも登板していて、7回を無失点に抑えています。それ以来2度目のオリックス戦ですが、先週は100球未満で降板しており、万全な状態で迎えられると思います。土曜日の2戦目はグリフィン選手と東選手の投げ合いが予想されます。東選手は今シーズンここまで中6日での登板はありませんでしたが、前回登板は危険球退場があり、45球で降板しているので中6日で投げてくる可能性が高いと思います。東選手は今シーズンここまで7試合に登板して防御率は 2.66、 1勝3敗という成績が残っています。先発で平均150キロ近いストレートを投げてくる投手で、フォアボールを多く出すこともありません。ジャイアンツ戦には登板経験がなく、対戦が楽しみな投手の一人です。ジャイアンツはおそらくグリフィン選手になるでしょう。先週の水曜日に2軍戦で登板し、6回を4安打1失点、9つの三振を奪う好投を見せました。立ち上がりは不安定でしたが、3回以降の4イニングはパーフェクトに抑え、2軍降格後は4試合に先発し、今週から1軍のローテに戻ってこられるでしょう。オリックス戦には昨シーズン登板はなく、初対戦となります。日曜日の3戦目は菅野選手と曽谷選手の予想です。曽谷選手は昨シーズンプロ初先発をジャイアンツ戦で迎え、ジャイアンツ打線は5回途中までに7安打を浴びせましたが、2点しか取れませんでした。サウスポーながら平均で147キロ以上のストレートを投げ込み、三振をリーグ平均以上に奪える投手です。菅野選手はオリックス戦には通算で4試合先発し、28イニングで6失点、防御率1点台の成績を残していて、2022年以来2年ぶりの対戦となります。オリックスは宮城選手や山岡選手、山下選手などの先発投手が1軍に不在で、苦しい台所事情となっています。ジャイアンツの方が先発では上回る3連戦になると思うので、ここもカード勝ち越しといきたいです。主力打者のオリックス戦での通算成績を見ていくと、坂本、丸、岡本の3選手は通算の OPS が8を超えています。特に岡本選手は15試合で6本のホームラン、23打点と交流戦ではよく打ってくれています。吉川選手と大城選手はここもあまり成績が残せていませんが、大城選手は昨シーズンオリックス戦でホームランを打っています。昨シーズンの対戦を振り返ると、ここも敵地で2勝1敗と勝ち越しています。
初戦は高橋優貴選手と山本由伸選手の投げ合いで接戦に持ち込みましたが惜しくも敗れました。2戦目はウォーカー選手が5安打の大爆発で10対0と大勝しています。3戦目は0対0で迎えた延長10回に丸選手の代打満塁ホームランとウォーカー選手のツーランホームランで一気に6点を奪って快勝しています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。